今日の実況は私西岡、解説にはおなじみとなりました岡田武さんをお迎えしてお送りします。岡田さん、どうぞよろしくお願いします。はい、お願いします。これは厚みのあるアタックになりそう。ディアビ、デニューソン、クリシーがさりげない存在感。ファンプルシー決めに来た、マルク・ファンボメル、これは惜しい。シュバインシュタイガー、いや抜けてきたね。アリエン・ロベン打ってきた、これはナイスキャッチです。よく聞いています。リベリー、ゴメス、テクニックが光ります。さあ味方が上がっていきます。ゴールを見る、まだボールは生きています。ヘディングをジャンプでいなします。ロペン、これはロペン、フェルマーレン、ガラス、ここにサニアがいます。テオ・ウォルコット、ファブレガス、ボールは戻されます。入るか、ゴールだ、決まった。さあチャンスの匂いのするパスです。あっとフランク・リベリー、マリオ・ゴメス、マルク・ファンボメル、リベリー、ゴールが見えてきた。この選手がシュバインシュタイガーです。ホイッスル、このシュートはちょっと強引すぎたか。なった、ホイッスル、アーセナルボールです。早いリスタートだ。テオ・ウォルコット、ファンプルシー、アルシャビーン、ここで笛です。前半はアーセナルのペースで終了しました。残りは45分、バイエルン・ミュンヘンのキックオフで始まります。ディアビ、アルシャビン、サエルポジショニング、ファンボメル、カットです。これは素晴らしいテクニック。ここでシュート、試合を振り出しに戻すチャンスでした。マリオ・ゴメスがこれを抑えます。ウォルコット、ファンペルシーが行きます。ボールにはファブレガス、ウォルコット、ゴールが見えてきた。オフサイド、マルク・ファンボメル、ルーズボールになった。テオ・ウォルコット、セスク・ファブレガス、ファンペルシー、この動きがアルシャビンです。惜しくも外れました。リと決められると試合が楽になるんですけどね。まあ外すつもりで打ってるわけじゃないので攻められはしませんが。ディアビ、ボールにはファブレガス、仕掛けてきました。さあ周りを見たい、決まった、ゴール出てましたね。シュートもパスも見事でした。アリエン・ロベン、そびえ立ちます。ファンブイテンです。これはロベン、シュバインシュタイガーがボールに絡みます。ここでかわしました、ゴールが決まった。顔を上げたい、ボールに飛び込んだ。さあこれからです。ゴメス、体を伸ばしきってゴールを死守。パスで効果的に崩していきます。そうですね、ディフェンスに的を絞らせていませんよね。非常に効果的なパス回しができてますね。うまく崩した、ゴールが見えてきた。ゴール決まりました。ファンペルシー、チャンス来た。このボールはキーパーへ、雰囲気があります。アルシャビン、
デニューソン。ホイッスルが吹かれて試合終了となります。しました。どちらも負けられない中での重要な一戦、実況は私西岡と、お隣解説席には岡田武さんをお迎えしてお送りします。よろ。デニューソン、ディフェンスがボールをクリア。イニエスタ、イブラヒモビッチです。メッシに注目しましょう。ダニエル・アウベスのところに行きました。上がった。これはディフェンスが勝った。打った。ポストをかすめたようにも見えましたが、ディアビ、セスク・ファブレガス、アンリ、見入ってしまいます。前方が開けていないか。ピケ。岡田さん、アーセナルですが今日の試合はほぼ互角と見ていいでしょうか。どちらに転ぶか全く分かりませんね。それだけに魅力的な試合ですよ。ナイスシュート。中にボールが入る。ボールはディフェンダーの元へ。テクニックが光ります。シャビが攻守に効いています。アンリー、ディフェンス何もできない。ベストのタイミングでの飛び出しでした。残りは45分、後半のキックオフです。試合はバルセロナがリードしています。シャビ、ここはマルケスのテリトリー。さあ味方が上がっていきます。これはダニエル・アウベス。シュート集めた。ディフェンスに当たった。アンリが絡む。ウォルコット、速いボールに合わせられるか。抜群の飛び出しを見せました。ディアビ、ここにはイニエスタがいました。ゴールが見えてきた。素晴らしい飛び出し、そして素晴らしいセーブ、完璧でした。こういうプレーは味方やサポーターを乗せてくれますからね。キャッチはできません。ボールがこぼれています。コーナーからゲームは再開です。決まった。素晴らしいシュートだ。ここにダニエル・アウベスがいます。ここでキーパーへ戻す。サニャ、ディアビ、ファブレガス、デニューソン、ファンペルシーが行きます。いい形ができつつある。ゴールが見えてきた。ゴール、ゴール、つながります。フリーキックの判定です。シュートはディフェンスがブロック。あっとこぼれた。そのまま続きます。ファールをここで取ります。流しかけましたがプレーはここで止まります。キーパーに収まりました。なる。いい連携です。綺麗に通った。ディフェンスはアピールをしていますがオフサイドはありません。まずはこのコーナーで同点にしたい。アドバンテージを見ている。クロスのチャンス。なあ、バルセロナ。イニエスタ、あっという間のテクニック、切れています。試合終了のホイッスルが3度鳴り響きました。ゲーム終了です。